ルー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 。前回ラム会長が優勝したのに、それをエントリーしてくださった内藤正弘さんのことに全く触れなくって、謝罪しなければと思ってみたものの、今回のシリーズ一番最初のトーナメントでそのことに全く触れてなかったし、他にも過去にも触れたり触れなかったり気分次第だったり、よくよく考えると他に言うことがなくなって困った時にエントリーしてくださった方の名前を呼んだりしてるので、そう考えたらいいんじゃないかということで、謝罪は撤回させていただきます。大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、というわけで最弱王決定戦ということで、誰が一番弱いのかを決める戦い、今回が予選トーナメントの7回目ですね。 G という ABCDFG ABCDEFG7 回目ですね、今回と次回残す2回となりました。アンドレザ・ジャイアント・パンダ、アンドラス・宮城、アンドレイ・コピロフ、ビリー・ガスパー、マクドナルド。さあ、この中で一番弱いのは誰か、それを決める戦いをやっていきましょう。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスティーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこーだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあ、というわけで、本日のオープニングは、何を思ったか、急にちょっとなんか思いついただだけなので深い意味はございません。そして前回ラム会長をエントリーしていただきました内藤正弘さん、おめでとうございます、言い忘れてましたね。さあ、というわけで、今回は架空ファイプロ団体 WMW にいる現在460名ほどのレスラーの中から一番誰が弱いかを決めるというようなヘンテコリンな企画に参加していただきました。視聴者の方からエントリーしていただき、43名のレスラー、これを予選トーナメント、8つの予選トーナメントを、負け続け、決勝トーナメントに進出するレスラーを今決めている最中ということになります。試合ルールにつきましては、基本ノーマルルールの時間無制限、一本勝負、クリティカルの発生率はなし、あとは砂漠レフェリーが阿部志郎レフェリーということで、カウントが移動が全て早いということになっております。さあ、この試合はどうなりますか。現在戦っているのはアンドラス宮城対アンドレイコピロということで、アンドまでは一緒というようなことでちょっとややこしくなる。そしてまたね、偶然ですけどコスチュームが紫を基調とするというようなことで、この共通点がなんか偶然2人会ってしまった。実力から言うと当然ながらアンドレイ・コピロフが、ダントツに強いということになるんですけども、皆様ご存知、このアンドレイ・コピロフというのは、とにかく3分間でスタミナが切れると、ウルトラマン的なこう扱いを、ね、されるレスラーとして有名ですので、かつてね、リングスでボルクハンとかと一緒に来て、それぐらい同じぐらいの実力があるのに、ボルクハンは、もう関節技のマジシャンというような扱いを受けたのに、アンドレイ・コピロフはウルトラマン扱いを受けるということになりました。さあ、これが、実際に戦ったらどうなるかということですね。アンドレイ・コピロフ自体が久しぶりですよね。まあ、こういう久しぶりに出るレスラーが、今回は楽しめるので、まあ良かったんじゃないかなと。あとね、全然どうでもいい話なんですけども、どうでもいいというか、ふと思ったのが、今回ウルトラマンロビンがそういえばエントリーされてなかったなと思って、なんか今更ながらちょっと思ったりしてね。もう後の祭りもいいとこなんですけども、ちょっとふとこの間そう思って、プライベートでテストマッチをしてみたら、やっぱり、ロビンさんは弱かったと。もしこのトーナメントに出ていたらなんてことも思ったりしますけどね。まあまあ、それはまたそれで、まあ、今回負け続けたレスラーは、最弱王という一応ベルトを用意しました。当然
ファイプロワールドのシステムでは勝った方がベルトを巻くと防衛するというような、システムになっておりますが、そこはそれ、コントローラーを握ってコンピューターレベル1にして、わざと負けるというようなことを、すればそいつを無理やり勝たせるというようなこともできるんで、多分いけるんじゃないと思ってるんですけどね。実はこれ多分いけるだろうとは思ってるんですけど、実際にはまだ試してないので、この実は メダルじゃないよ、ベルトがパーになるかもしれないと、いうようなこともありますが、まあなんとかなるでしょうかね。さあ試合の方に集中していきましょう。試合時間8分経過というところで、まあここまで見てるとアンドラス宮城が健闘していると言ってもいいんじゃないでしょうかね。ただやっぱりアンドレ・コピロフの関節技にどこまで対応できるか、我慢できるかというようなことになりそうな気がするのと、アンドレ・コピロフがスタミナを奪われて両方の手をついて、動けなくなるという状態までアンドラス・宮城が持っていけるかというところですね。もしかするとアンドレ・コピロフそこまでスタミナ消耗しなくて普通に試合をしてしまうかもしれませんね。まあ、この試合、前回の試合なんかでね、ラム会長とかアイガーがスタミナを消耗して、序盤からもうサムソン宮本もそうですね、ヘロヘロになっているシーンをこう数多く見せています。まあ、それも最弱を決定戦のシリーズだからというような、シーンになっていると思いますが、アンドレ・コピロフはね、その両方やらないといけないっていう感じですけどね。確かにスタミナ消耗、スタミナの消耗、ああこれも違うな、これフラフラですね。スタミナ消耗しやすい、疲労しやすいっていう設定はしてるんですけども、あんまりそれをやりすぎるとね、ドルクハンとか前田明とかとまた戦うことは、あ、ちょっと待ってください、カウント 2.9 まで来ましたね。これはもしかするとアンドレ・コピロフ、プロレス技には弱いっていうところにハマってるかもしれませんね。アンドラス・宮城が普通にダメージを与えることができているのかもしれません。もちろんエディットポイントは、女子、アンドラス・宮城が女子なので160、男性男子であるアンドレ・コピロフは180、この20ポイントの差がありますが、かといってプロレス技に強い弱いはまた別のところ、叩きつけ系の技とか意外と弱かったりするかもしれませんね。さあ丸め、こういう丸め込みも弱いはずですよ。さあどうだ、カウント 2.9 まで来た。さあこれはもしかしてアンドラス宮城がこのまま攻め続ければという、あーでもちょっとこれ厳しいぞ。関節技はちょっと足のダメージとか分かりづらいんで、ね、耐久度が減ってたら、いきなりギブアップというのもあるかもしれません。さあヘッドバンキングを見せてくれた。これでちょっとでもスタミナじゃない気力を回復して、アンドレ・コピロフからこれは大金星と言ってもいいけど、こういうのはちょっと逃げ場がない。さあアンドラス宮城苦しい戦い。いやでもいいですね、こういうの、こういうのいいですよね、プロレス的な技。さあそこからバックを取るか、いやロープに飛ぶ、これもいいですね、プロレス的な技、いいですね。フロントキックからのカバーで、さあどうだ、カウント 2.9。 いや明らかに攻めているのはアンドラス宮城なんですけども、コピロフが運動も言わせずギブアップを言わせるか。さあ試合時間は間もなく15分というところ、アンドラス宮城がペースをちょっと握っているようには見えますが、このフロントキックこうちょよく出てますね。さあカウント 2.9、 ここでもうちょっと大技が欲しいですね。大技が出ればというところ、コーナーからのダイブ系の技もありましたよね、アンドラス宮城、そういうのが出れば。さあ2人ともちょっと長い時間倒れてましたが、さあ足を取っていく、ギブアップ、どうだ、まだ耐える。いやもうコピロフとしてはこれを決めてギブアップを取れないということは、なんかあれですね、女子レスラーとの戦いを楽しんでるように見えるのは私だけでしょうか、エロ親父の顔にちょっとずつ見えるのは私だけでしょうか、全くそんなことはないと思うんですけども。さあここを、あついに出ました、アンドレ・コピロフ、そこに毒切りで、あしかし逆に腕を取られる、毒が、
素晴らしい、ビューティフル。いやいい仕事したな、ドレコピロフ。素晴らしい。試合時間16分34秒、ひねり上げアームロックでアンドレイ・コピロフがアンドラス宮城からギブアップを奪った試合でしたね。まあ、ここまではアンドレイ・コピロフ付き合ってたのが、あの毒切りには怒って一気に決めたというような妄想も、僕は楽しんで、見ましたのでね、よかったと思います。さあ、ということでアンドラス宮城が、これで勝ち、勝ち、勝ち抜け、いや違うな、抜けたらかなんか、じゃあ負け、まあいいや、はい、じゃあとりあえず次の試合に行きまーす。ファイト。はい、ということで本日の2試合目となりますね、ビリー・ガスパー対マクドナルドの試合となりますね。マクドナルド、久しぶりですね、なんかマクドナルド出るのね。決して弱いわけではないと思うんですけども、どっちかというとちょっとこうお笑いの要素の方が強めということになるので、勝つことよりも楽しませることの方を優先するがゆえに今回エントリーされたというようなこともあるでしょう。決して弱くはないと思うんですけどね。で、ビリー・ガスパーの方に関してはね、まあ、ご存知の海賊男ということで、外国人最強です。あれ何の時でしたっけね、違う、何のシリーズかもうちょっと忘れてしまいましたが、とにかく勝てないというリーグ戦で1勝、いやなんかリングアウト勝ちかなんかで、勝ったのと、普通の3カウントもしくはギブアップで一度勝利したぐらい、あとは全部負けるということで、ビリー・ガスパーどうしたということになったんですけども、その後の、デスマッチシリーズではそこそこ活躍したので、ブラッシュアップ見直しをしなくてよかったなみたいなことを記憶しておりますがね、まあ、そういうこともあってビリー・ガスパーエントリーされているはずです。ただまあそうなると今回上にはいる上が、いや下には下がいるもんでというところでね、ビリー・ガスパーが強く見えるかもしれないということになりますが、さあどうなるでしょう。マスカ、マショカやってますかですね。さあマクドナルド流血しました。さあこれはかなり厳しいスタートとなりましたが、マクドナルドはねそんなに弱くないっていう印象が僕の中にはあるんですけども、これでビリー・ガスパーが勝ったらこれはこれでまた面白いなと。あとこの2人また場外に出たらどうなるかっていうのはありますね。今回サブクレフェリーが阿部志郎レフェリーということで、場外カウントを数えるスピードがとにかく速い、この速さが、リングアウト決着を生むことになっていると。ただ幸い両者リングアウトっていうのは今ないんですよね。まあ、一応あの両者リングアウトになったら、再試合というようなことにしようかなと思っているんですけども、それしかでも手がないんでね、両者リングアウトだったら両方負けっていうルールをしているスターダムでそういうのやってるのがありましたね。ああなるほどな、レスラーの数を減るっていう、減らせることができるっていうのと、そのレスラーが試合数を少なくて済むみたいなこともあったり、いろんなことがあってそういうルールが生まれたんだろうなみたいなことを、まあ、スターダムが考えたかどうかは全然わからないんですけどね。僕はそのスターダムでも何やったっけ、シンデレラトーナメントかなんか、もうだいぶ前ですけどねっていうのを見て、初めて知ったというようなことになったんですね。まあ、うち今回のだからトーナメントだったらやろうと思ったらできるんですよね。まあ、ちょっとややこしいですけども、まあまあでも一応もし両者のリングアウトに負け、いやじゃないや、判定に、じゃあ引き分けなったら再試合ということにしておきましょう。あーでも決勝トーナメントでな、それをやるとな、試合数が多くなると一動画にまとめ収まりきるかどうかっていう問題もあるんですけど、なんとかなるでしょ。さあというわけでビリー・ガスパーが徐々に、おー大きい破り、これはまあ顔面じゃないパンチですね。この
パンチ技はね、最近ちょっとお気に入りなんですよ。ヒールタイプのレスラーはとりあえず持たせておけば技に困ることはないということで、でこれ B もあるんですよね。相手がフラフラになるというのもあるので、パンチキックで試合を作るレスラーは、装備させても違和感を感じないっていうようなことなんですね。さあフォーク攻撃でさらに流血したマック・ドナルドから気力を奪う展開になってきましたね。さあマック・ドナルドはちょっとこう機動力を生かしたいというところですが、これをビリー・ガスパーがずっと抑え込んでいく。こうなるとマクドナルドの良さはかなり死ぬということになるでしょう。さあタックルから、いやこれを返される。ビリー・ガスパーはただね、あの3カウントを奪いに行くのがちょっと少なめ、フィニッシュへのこう行き方がねちょっと少ないので、アバランシュプレスでしたっけね、あの辺でこう3カウントを狙えるとは思うんですけども、ただまあ阿部シロレフェリーなんで3カウントを叩くスピードも速いですから、ある程度のダメージさえ与えていれば、あーというところですが、これはリップロックに久しぶりに見た気がする。さあどうだ、これでビリー・ガスパーは唇を奪われましたが、しかしマスクしてるから関係ないのか。さあ帰ってくるところカバーに行きますが、カウントは2止まり、試合時間は11分経過。さあフランケンシュタインのホイップで、これでさあちょっとでもマクドナルド冷静にこれをスタミナの回復に努めたということでしょう。さあカウントがどんどん進みます。ビリー・ガスパー早めにやっぱり戻らないとというところでしょうかね。さあこれはコードブレイカーからマックフライに出るぞ、マクドナルドの必殺技スワントンボームから、これはカバーに行く、決まってしまうか、どうだ、いやーカウント 2.9。 ビリー・ガスパーも狙います、ね、粘ります。これぐらいで簡単には仕留められないというところでしょうか。さあ流血してても全く一歩も引かないマクドナルド、わー股間蹴りで返される、カバーに行く、どうだ、うわーカウント 2.9。 やはりちょっと体力的なことで言うとビリー・ガスパーの方がペースを握ってるのか、しかしこの連続技、さあこれもカバーに行く、一度でダメなら二度三度、どうだ、いやー決まった、やっぱりそんなに弱くなかったということですね。はい、試合時間13分22秒、マクドナルドの必殺技マックフライですね、スワントーンボムなんですけども、マックフライからの背面式片指固めでビリーガスパーじゃないマクドナルドがビリーガスパーから3カウントを奪った試合でした。いやもうちょっとなんかマクドナルドのいろんな動きが見たかった気がしますが、ビリーガスパーはね勝とうとするから余計に、難しいところかな。はい、というわけでさあ次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目、アンドレザ・ジャイアント・パンダ対アンドラス・宮城ということで、今回アンドレ・コピロとアンドレザ・ジャイアント・パンダとちゃんと言えてませんね、アンドラス・宮城と アンドレ・カンドレが多いということでちょっとややこしくなっておりますが、パンダ対女子です。さあどうなるか。先日、これ何曜日やろ、今日までかな、今日、これ収録してるのが9月の29日なんですけども、多分 YouTube に上がるのが10月の2日金曜日のはずです。で、そのタイミングでちょうど偶然ね、サムソン宮本追悼企画っていうのをやってまして、まあね、アンドレザ・ジャイアント・パンダが出てくるかどうかっていうことにもなりますけども、先日ね、まあ、そのサムソン宮本追悼企画一発目を挙げた時に、こんな動画がありますよっていうことを教えていただいたのが、アンドレス、アンドレスさんは関係ないわ、サムソン宮本さんがまだ、お元気だった時にケロさん、田中ケロさん、リングアナだったね、新日のリングアナだったケロさんが、多分あれ北海道かどっかに行ったんでしょうね。でなんかイベントに参加してくださったかなんかで、アントニオ猪木対、あ、じゃあ
サムソン宮本対アントニオ猪木のコールを、するとケロさんがね、 IWGP のタイトルマッチとしてコールすると。でこれはねなんかね、まあ、その方も粋なことしてくれますよねっていうようなことをコメントつけて紹介してくださってたんですけども、なるほどなと、プロレスファンにはたまらないもんだとな、だなと。サムソン宮本さんはアントニオ猪木に憧れてこのプロレス、アマチュアプロレスを始めたっていうのがあったんでね。でその時はそのコメントを僕まだ見れてないし、その動画の存在も知らなかったので、そのサムソン宮本動画、サムソン宮本追悼動画の方では触れなかったんですけどね、いやあれはちょっとなんかこうジーンとくるものがあったのと、なんでしょうね、ケロさんはそれをなんかどっかで、まあ、安売りするわけじゃないですけどね、ファンの方に頼まれたら、やったらあれは喜ぶだろうなと、おじさん世代にとってはたまらないもんだろうなと、いうようなことをね、なんかあれを商売にしたらええのになみたいなことを商売ベタが思ったんですけどね、まあ、すでにそんなことは考えておられるんでしょうね。まあということでそういうコメントをいただいたということをちょっと別ですけども、ごめんなさい、誰からコメントいただいたかも相変わらずいつものように忘れてますけどね、ありがとうございます、この声が届けばということ。さあというわけで試合の方に集中していきましょう。さあアンドラス宮城、アンドレイコピロフといい試合をしたんですけども、残念ながら負けてしまいました、それをアンドレザ・ジャイアントパンダが、との試合はどうなるのか、これはあっという間に決まってしまうか。あのねアンドレザ・ジャイアントパンダはね、これどう言ったらいいのかな、顔のパーツをね難しかったんですよね。もちろん大きくすればいいというものなんですけども、もともとあるパーツがあって、どう言ったらいいかな、顔っていうのは一つのパーツをまあ選べるんですね。でそれを大きくすることもできるんですけども、その顔パーツに、重ねるレイヤーっていうか重ねるパーツっていうのはどう言ったらいいですかね、こうちゃんと合わせないといけないというかね、なんかうまいこと伝わらんな、クラフトしたらね、わかります。クラフトじゃないわ。エディットしたら、アンドレザ・ジャイアント・パンダはね、もともとパンダのキャラクターがいるんですけども、それだとダメなんですよ。っていうね、ちょっとジレンマがあるんです。うまく説明できないんで、もうやめましょう。さあ、というわけで、身長が、3メートル近くあるアンドレザ・ジャイアント・パンダに対して果敢に攻め込むアンドラス・宮城。全くでも、今のところ、引けを取っていないというところですね。アンドレザ・ジャイアント・パンダは基本組む技は一つも持っていないはずなんです。もちろんそのロックアップで組むことはあって、相手の技に付き合うこともあるんですけども、あと返し技を出すこともあるんですけども、基本、殴る、投げ飛ばす、その辺ぐらい、投げ飛ばす、あこれですね、組まないで、押す、押し倒すとかっていう技しかないんですね。なので、打撃に強いレスラーだったら、意外とアンドレザ・ジャイアント・パンダの技に対応、おーパンダが毒斬り、さあどうだ、しかし緑に、あさっきでも前回そうですよね、これで前回アンドレ・コピロフを怒らせた毒斬りがアンドレザ・ジャイアント・パンダはどう思うのか。さあこの一度ついた汚れは取れないぞと、ぬいぐるみを洗うのは大変なんだと怒っているかもしれませんが、さあ空中技でミサイルキックを見せていく、いいですね。さあそこからのカバー、アンドラス宮城の動きは決して悪くないと思います。ただやっぱりいかんせんエディットポイントが160ということなので、ダメージを与えるだけのパラメーターを持っていないというようなことが出てくるというような気がしますが、さあどうだ、プレスが決まったけどもカウントは2。さあすでにビリー・ガスパーが決勝のステージ進出が決まっておりますので、この負けた方がビリー・ガスパーとこの予選トーナメント G、戦うわけですね。代表者を決める戦いとなるわけですけども、さあアンドラス宮城がここで、勝ってビリー・ガスパー対パンダという個人的にはちょっと見たい気がするんですけど、あとはもうずっと言い続けている女子が上がると決勝ステージに、決勝トーナメントに女子の名が並ぶというのをなんとか裏切りたいみたいなね、予
予想を外したいという思いなんですけども、ジャイアントプレスは効くのよ。これがダメージを与えつつカバーに行くというの、そしてラッシュですね。これも普通のレスラーがやるとちょっとキャラクターがなんかなんていうんですかね、やりすぎ感があるんですけど、パンダがやれば別になんかじゃれてる感じもして許せるようなところで、さあどうだ、クロスアームキャメルクラッチ、さあこんな技を持っていたか。いやー、しかしロシアンフックでぶっ飛ばされる。さあアンドラス宮城まだこれね、確かアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダがこれはパフォーマンスを多分つなげてたんかな。アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダが逆さになって、とかなんか時間を置いて倒れるとかっていうの、確かにそういうのがあったような気がするんですよね。だからそれをなんとかこう再現してみたかったというのがあって、時間差でダウンするっていうのを多分やったと思うんですけどね、もう記憶にございません。さあということで試合時間は15分経過。ああ、ここでいいですね、ヘアホイップ。お、ここで対角線中央、アンドレス宮城何を持っていく。ああ、ジョンパンダが吹っ飛んだ、布団が吹っ飛んだではないで、全然違うな、パンダがパンダ違う。さあというわけでスワントーンボンボン決めて、さあどうだ、これで決まるか。いやー、カウント 2.9、 あともう一歩まで来ましたが、アンドラス宮城、さあパンダ攻略なるか。いやー、このプレスは効く、ボディーブローのように効いてくる。なんとか逃れた、しかしこれがあれで終わらないところが怖い。うわー、アッパーからの、いや地獄好きか、あ倒れたでも、あそうか、これ倒れたっていうことはパフォーマンスになるんで、パンダの気力は回復されるんですよね。そういう意味ではちょっと良くない。さあ休憩する間を与えてくれるのかもしれないけども、これでパンダの気力が回復しているとアンドレス宮城としてはかなり苦しい状況。さあバックを取って、いやー、パンダがジャーマンで投げられるとこ見たかった気がするけども、プレスが来る、しかしこれはカバーに行かない。さあ正面から組んで、おお、そのままバックフリップ。さあアンドレス宮城、これをチャンス、フロントキックを叩き込む、いいですよ。さあもう一発いっか、今度は後頭部にフロントキックで、クロスアームキャメルクラッチでギブアップをパンダが意思表示するのか。いやー、まだ耐える。さあもうちょっと頑張れ、頑張れアンドラス宮城。さあロープに飛んで、あー、フロントキックいいですね。もうここまで来たら愚直に、愚直、愚直っていう読み方あったっけ、また違う気がする、琴線の第2弾第3弾のような気がするけど、まあいいや。試合時間間もなく20分というところ、ロングマッチになってきたらお互い体力の差は関係なくなってきて、残るは気力だけの戦いとなるか、そこまで持ち込むことができているのか。道のくドライバーで、いやハリケーンドライバーか今の。さあアンドラス宮城がちょっと押しているような気もしますが、ぶっ飛ばされたさあこれはどうだ、カウントが入ってしまう、どうだ。いやー、なんとか2で返す。あのボディープレスがボディープレスがボディーブローのように効いてくるって言いたかったんですね。さあミサイルキック、さあもう一発いく、スワントーンボムに行くでしょう。さあ決まった、問題はここからカバーに行けるか、パンダが立つか、カバーに行った、ちょっと場所が悪い、どうだ、やったやったやりました。いやいや、素晴らしいな。試合時間21分23秒、セントーンアトミコでしたね。僕なんつってましたっけ、まあいっか、スワントーンボムつってましたね、セントーンアトミコ、まあいっか、からの背面式片指固めでアンドラス、あんな言い方おかしいな、アンドラス宮城がアンドレザ・ジャイアント・パンダから3カウントを奪った試合でした。試合評価 100%、 弱い
試合弱いやつを決める戦いで試合評価が高いっていうのはなんか得した気分がするのは私だけでしょうか。さあというわけで、最弱王予選トーナメント G、いよいよ決勝戦ということで、海賊が勝つのかパンダが勝つのか、さあその決勝戦に行きましょう。というわけで本日最後の試合となりました、最弱王決定予選決定戦予選トーナメント G、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ対ウィリー・ガスパーということで、いやーちょっと読めないですね。アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ、先ほどねアンドラス・宮城と戦いましたけども、ジャイアント・プレス、まあ、アンドレ・ザ・ジャイアントと、まあ、同じとは言いませんけどね、ファイトスタイル、あとそういえばヘッドバットが出てないですね。これね、ロジックをね別にケチったわけではないんですけど、意外と出ないですね。まあ一つはね、打撃技をちょっと優先しすぎたのがあるかもしれませんね。以前その指摘をねいただいたことがあるんですよね。アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダの得意の、でも出ましたね、まあ、得意としてる2階からのヘッドバットでしたっけね。3階でしょ、あれ3階って言ったけど3階はないんですよね、僕は勝手に言ってるだけですね、がなかなか出ないですねっていうのをコメントでいただいたことがあって、まあでもそれ確かにそうだなと思いながらだったんですけど、そのままにしてるのもありますけどね。組み技にあんまりいかないようにしてたりするっていうのも多分ちょっとは影響があると思うんですよね。組んだら打撃技を出す方をちょっと優先している部分もあるでしょうね。あとはB 技って僕はよく言ってる、ダメージが小、出たダメージが小で、地獄好きとかああいう系の技を出して、で相手が、短い時間フラフラしてる間に、ハンマーパンチじゃないロシアンフックとかを叩き込むというようなことで、なんていうんですかね、凶暴性を演出というか表現しているつもりなんですけどね。あ、出た、よかったよかった、さっきも出てたかもしれませんね。はい、というわけで、さあビリー・ガスパーとアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ、まあどっちが 勝ってもというか負けても、決勝のステージには、ふさわしい、最弱を決める戦いの、輪に加わることは間違いないということですね。でアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダはね、もちろんエディットして、テストマッチもしてそれで OK を出してるんですけども、実はねそんなに強さは気にしていないんですよね。このアンドレ・ザ・ジャパイヤアンドレ・パンヤって言ってしまった、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダらしさ、動きの方ですよね、が表現できてるからまあいいかというようなことで、そのテストマッチでその強さのことをあんまり気にせずに、デビューさせたもんですから、僕もねどれぐらいの強さなんかよう分かってないんですよね。まあ、勝つことはあって負けることもあるぐらいのところにはしてると思うって、めちゃめちゃ強くはしなかったと思うんですよね。かといってそのジャイアントプレスですよね、先ほどちょっと言いかけた、アンドレ・ザ・ジャイアントと、まあ、同じじゃないですけども、あの技を使ってで、なんて言うんでしょう、スリーカウントを奪えるカバーに行くという一応ロジックは組んでるんですけど、でもアンドレス・宮城はそれをなんとか耐え切りましたからね、あんまり効いてないんかな、まあ、そうなるとこうビリー・ガスパーとどちらがこう決めれるかっていうのはちょっと見極めが難しくなるような気がしますね。あとこのビリー・ガスパーの必殺技は、まあ、中身がボブ・オートン・ジュニアということでスーパープレックスですね、なだれ式のブレンバスターということでなかなか決まらない技です。もちろんクリティカルは今回のシリーズ試合発生しませんので、それで、相手を KO することはできませんけども、出るかどうか、それで出たらやっぱりちょっと勝利に近づくんじゃないかというところですが、さあジャイアントプレスが
これがね、もうちょっと決まる。おお、アバランシュプレス。プレス対決。あんまり決まってません。ああ、いいですね。今のはパンダの爪を避けて、パンダの股間を蹴って痛いのか、果たして。さあ、ということ。ああ、これは今のなんやろな。脳天チョップか。多分あの辺でしょうね。パンダの脳天チョップ、やっぱり爪が仕込まれてるということで、ビリー・ガスパー流血してしまいました。さあ試合時間10分経過。それでもビリー・ガスパーは果敢に攻めていく。あー、でもこれはあのラリアットですね。パンダがやるとラリアットに見えないのが不思議なところ、面白いところで。さあ、いやー、でもビリー・ガスパーも負けてませんね。ブルドキングヘッドロックからの超攻撃。さあ、反則カウントも数えるのが早いですから、あっという間に技を解かないといけないという状況になる。さあ試合時間は11分経過。ああ、パンダこれを決めていく。スリーカウントは、まだでもカウント2ということは、ちょっとビリー・ガスパーの方が余裕があるというところか。さあ股間を蹴り上げてからビリー・ガスパーがカバーに行きますが、これはニアロープ、リング中央で、おお、これはパイルドライバーに行く。タイツつかみパイルドライバーですね。さあ、からのカバーで、おお、カウントリーディング。ビリー・ガスパーもね、あんまりだからね、ロジックはなんかこうビシッと決まるようなロジックは組んでいないんですけども、技のダメージ自体はそんなに低くないと思うんですよね。だからうまくこう偶然で狙った感じじゃなく、偶然ででもつながればビリー・ガスパーにも十分勝機はあると思うんですけど、ただこの寄せつけない感じのパンダの打撃。さあ、この手数ではパンダが上回っているというところか。さあ、バックを取って、バックからもヘッドバットが出て安心。今一気にパンダが折れ曲がりましたね。この辺はちょっと逆にリアル感があるというところで、カウント2.9。さあ、ビリー・ガスパーが追い詰めたかと思ったら、ザイアントパンダ走りましたが、今なんとかビリー・ガスパー起き上がりましたね。今のを食らっていたらバンジキュースというところだったのか。ロープに振って、さあ、パンダがパンチを決める。この辺のやっぱりあの基本系の技になるので、あんまりダメージを与えれていないっていうのはあるかもしれませんね。さあ、連続のお得意のムーブから、さあ、どうだ。これはビリー・ガスパーが逆に決める。あー、カウント2.9。あと一歩というところで、ビリー・ガスパーがスタミナ切れ。余裕を見せるパンダ、でも実はそんなことはない、倒れてしまう。しかしそこをラリアットが襲う。寝てるのにラリアットが当たるというファイプロの不思議。さあ、しかしロシアンフック、さあ気力回復技を連発してから、ビリー・ガスパー、これはどうだ。いやー、カウント2.9。こちらも返していく。さあ、パンダか海賊か、どちらが決まるのか。異次元の対決、どういうフィニッシュになるのか。試合時間は間もなく16分というところ。パンダがちょっとスタミナ切れ、余裕を見せてはいるが、これは本当なのかどうなのか。さあ、普通、おお、踏みつけていった、カウントに入る。どうだ、これは、おお、カウントに、今ヒヤヒヤもんでしたね。さあ、ラリアットで返していく。股間を蹴って、超攻撃。さあ、パンダのこの首に届いているのでしょうか。スタミナがちょっと心配ですが、あー、ジャイアントプレスが来る。さあ、後頭部蹴り上げていってからの、このいいですね、このよく出てるパイルドライバー。さあ、ここからカバーに行くが、これはちょっとどうだ。いやー、まあ、やっぱりそうですね、まだこれ一発では決まらない。さあ、逆にジャイアントパンダがプレスを決めて、どうだ。いやー、ビリー・ガスパーも返していく。カウント 2.9 の応酬となってきました。さあ、顔面パンチで、いやいや、どうだ、今なんかおかしな動きになりましたか。さあ、ジャイアントパンダはハンマーパンチを決めていくが、ここでいらんことをしてしまう。さあ、この時、この間にパンチを決めていくビリー・ガスパーが、逆にチャンスか。ビリー・ガスパーもこれスタミナを回復しないといけない状況になって、あー、パーが決まってしまう。さあ、パンダがこれはプレスに行くでしょう。どうだ、阿部四郎の手は3つ目は叩かない。ブルドキングヘッドロック、
さあどっちが勝ってもおかしくない状態ですが、どうだこれは。決まった。いやービリー・ガスパーきちんと決めましたね。リング中央でのブルドキングヘッドロックから両手押さえフォール。いやーしっかりと顔を見せてどうだと言わんばかりで勝利。試合時間19分13秒、ブルドキングヘッドロックからの両手押さえフォールでビリー・ガスパーがアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダから3カウントを奪った試合でした。というわけで、G トーナメントじゃないな、最弱王決定戦予選トーナメント G グループといったらいいかな、の代表はアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダで決まりました。アンドレス・宮城よく頑張りました。ということで、さあいよいよね、今回のシリーズ予選トーナメントが次回で、最後となりますので、それで、決勝トーナメント進出者が全て決まって、決勝トーナメントの方は7試合ありますが、一発じゃないな一本の動画でなんとかまとめて、お届けしたいと思っておりますので、こうご期待ということで、最後の椅子はね誰になるかということで、次回をね、お楽しみに。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。今回はこの辺でお別れとさせていただき、あ、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダをエントリーしていただきましたのは何事もなかったからね、あ、ポロミスターさんということで、ポロミスターさんおめでとうございます。ね、次回、じゃないや、決勝トーナメントでのアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダの活躍をご期待ください。というわけで今回この辺でお別れです。ではまた。